こんにちは、はじめ社長です。相変わらず筋トレばっかしてるとなんか腕がめちゃくちゃ太くなったんですけど。かっこいいでしょ。というわけで皆さん筋トレしてる方とかもしてない方も知ってると思うんですけども、バーベルっていうものをご存知でしょうか。今ここにあるんですけども、これも結構重いんですよね。結構重めなんですけども、このバーベルってやつがあるんですよ。これでいつもこれどうやって僕使ってるかと言いますと、寝そべってこういう、ベンチプレスってやつですね。それでよく使ってるんですけども、バーベルって基本的に超丈夫なんですよ。見てください、このバーベルのこのこんなに もうボードが絶対折れないし曲がらないし、結構丈夫に作られてるんですけども、もし仮に僕が筋トレしすぎてるものすごい力ついてバーベルやってて、これがぐにゃぐにゃに曲がってしまったらドッキリやってみたいと思います。どうやるか、そこが問題なんですよ。さすがにこれをバキバキに曲げることができなかったんで、特注でこのバーベルそっくりのぐにゃぐにゃに曲がった偽物のバーベル準備しました。それがこちらでございます。いや、俺も初めて見てからちょっと怖いんだよ。すごいすごっ！めっちゃそっくりだし、めっちゃ軽いし、すっごっ！めっちゃ似とるし、そして、はい、ちょっと見てください。結構そっくりですね。黒い部分とか超似てます。すっごっ！ほぼほぼ一緒じゃないですか、これ。うお！すごい！いや、すごいわ。めちゃくちゃそっくり。ロゴの部分とかめちゃくちゃリアルに再現してもらってます。すごい！このぐにゃぐにゃバーベルすごいところが、これ 3D プリンターで作ってるんですよ。でも、細部までめちゃくちゃリアルなバーベルそっくりで、もうすごいすいません、作り込みが。結構軽く作ってるんで、これ多分1キロもないぐらいですね。めちゃくちゃ軽く。もう全然軽手で持ち上げることができるぐらいの軽さです。すごいよね。同じようなものでもこんなに重さが違うとは。というわけで、今日やりたいドッキリは、普通に今からトレーニングジムで僕がこうやってトレーニングしてますと、このいつも使ってるやつね、このいつも使ってるやつでこうやってトレーニングしています。トレーニングしてると思ったら、あまりに俺の力が強すぎて、バーベルがぐにゃぐにゃに曲がっちゃったドッキリやってみたいと思います。というわけで、早速筋トレしていきましょう。はい、というわけで早速筋トレやっていきましょう。やっぱ胸筋が欲しいんで僕結局。ベンチプレスするしかないんで、最近結構積極的にやってますけど、やりすぎて肩とか痛くなるんですよね。とりあえずいつもはもうこんな感じでやってます。上げすぎないようにこの、胸の力だけで上げてる感じですね。胸筋が欲しいんで、腕は使わない感じです。はい、こんな感じで胸を鍛えてるわけでございます。話が取れました。これじゃダメでしょ、それ。いったなんで今取れちゃいけないの取れましたけど、今大丈夫これ。なんかやだー。というわけで早速仕掛けていきました。私は来る日も来る日もトレーニングを続けた結果、バーベルがぐにゃぐにゃになったんじゃな。何それやばいって。何これ、軽いんかよ。何これ、やりすぎて曲がっちゃった。やばっ。次行きましょうか。はい、次行きましょう。難しいんですよ、やる側、やられる側も難しい。いろんなパターンでやってみましょうか。で、次はもうここに置いとくだけで一回やってみます。いや、相当やばいです、これ。いつもまっすぐな棒がこうなってるだけで結構怖いと思うんで、やってみます。ケイスケ、ちょっと手伝って。ケイスケ、手伝って。はい。補助お願い。補助、どこ？補助。バーベルの方だよ。いや、近くを見ておかしい。やば、俺こっちの方がいいですね。なんか俺がやってると不自然だからな。どうしたんすか。何、すごっ。ぐにゃんぐにゃん、すごっ。
すごっ。いや、いや、いや、え、思いつかなかった、これもいいから。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ねえ、ちょっと、ハルマさん、何やってるんですか、マジで。いや、マジでやめてください。マジでやばい、マジでやばい、マジで、あー、びっくりした。ハル、めっちゃ曲がった。え、え、やばっ。ガチガチガチ。え、グニギってやばっすか。うわぁ、風邪ひいた。心臓が…っていうので分かりました。投げるのが一番おもろい。ヨヘイくん、ちょっとやばいです、やばいです。よくやばいです。ダメが…めっちゃ曲がったし、ね、やば、え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 、すごいですよ、私なわせてない。WAAAAAAA